はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。やはりね、投資ですね、株とかですね、外貨投資の場合ですと保安が取れれば、いくらでもお金稼げるというわけでございますね。で、保安というのは厳しくて殺し屋まで来ますから、お金稼ぎでね、悪いことしなくても、人間たちが妨害してきます、ね。これに対しての力ですねがなければ稼ぐことができません。コンピューターで分析したり、勘でね投資しても稼げるわけなんですけれども、技術を積みますとね、問題は私の場合は保安力ですね、局地的な保安力が来ます。で、私に対しては軍事的まで来ますから、軍事的まで兵器まで使って妨害してきますから、個人でやってもね、これは局地的なね、大変さがあります。でね、問題はね、投資でお金稼ぎは、克服できるんだけれどもね、いくらでも稼げるということで克服できるんですけれども、妨害がめちゃめちゃ多いですね。だから軍事的なね兵器まで使いますから、お金稼ぎでね、妨害がね世界中、問題はそれに対していかに、殺されないで戦っていくかということですね。で、妨害する人はもう死しかありませんから、こっち悪いことしてませんからね、一度こちらが悪くなくてね、お金稼ぎでね妨害してきた場合は殺しをしてるわけですからね、もうおしまいになっちゃうわけですね。で、そういうのが多いんでね、もう命がけで妨害してきます。死ぬまで妨害してきますから、人間の場合ね、非常に大変で、でこちらとしてはね、お金を稼ぎ、正しくお金を稼ぐ方法を知っておりますのでね、無限に稼げるということを知ってますから、それを盾にしてね、動かして切り開いてるというわけですね。バイナリーオプションのスペシャリストの半間陽先生はね、そのね保安力というのは軍事力より以上強くないといけませんからね、世界の軍事力に対して、かかってきますからね、世界の人間が妨害でね、正しくやって仕事しててもね、問題はそれだけですね。それがものすごく大変だということですね。で、妨害がなかったらもうこれはもう意味ないですね。ただね、その言うなればお金も稼げばね、権限とか、ね、力がつくんで周りを首絞めることにもなることはあるわけですからね。それに対してね、妨害っていうようなことはありますよね。縄張りが広くなってしまうということでね、妨害してくるということはありますけどね。ただ妨害大きい場合は、私の場合もそう、大きい場合は必ず人を卸しをして妨害してきますから、完全にね、保安力にもう軍事力が、ね、世界の軍事力に
勝る力がないと稼げないっていうことですね。外貨投資で稼げるというの方法はもう無限にこちらはもう知ってると、ね、株とかね無限に稼げるということですね。問題は妨害ですね。世界の人間たちの妨害でどうやってその大変ですね、殺しまでしてきますから、世界の軍事力も使って兵器も使ってきますからね、これに対して対抗してお金稼ぎをするか、正しくね、うん、ということだけでございますね。ただ妨害してくるのはもう大きい大金をね稼ぐのですから、動かすものですから、妨害っていうのはもう死しかありませんからね、うん、一度やっちゃったらもう1億円ぐらいの妨害してきますから、その人払えませんでしょ、ね、だからもうあの請求書出したって払いませんから、もう死しかないわけですね。そういうのはもう多いですね。要するに投資は、技能を高く積めばね、というかその保安力ね、妨害、これに安全に仕事していくかということですね。それが大変だということですね。殺しまで来るから、株や、ね、外貨投資っていうのはもう無限に稼げますね。それよりかもう100倍以上保安力の仕事の力、力がないとダメだとですね、以上ですね。ということで、世界の億万長者の100倍は稼ごうと、億万長者現金でね、頑張っております。そんなことですね。よく分かったことですね。